ゆまる引っ越し祝い。え、なにこれ、ありがとう。飾って。あー、なんか飾る系のものか。ちょっと開けていい？うん、多分ゆめまるが好きそうだなと思うものを選んだんだよ。ちょっと時間かかっちゃってごめん、外国から。ほんと？取り寄せるのにちょっと時間かかったみたいで。結構ゆめまるの寝室みたいなところにね、飾ってほしいなと思って。簡単に開けれたわ。ありがとう。おー、あ、ポスターね。うん、結構やっぱポスターとかさ、夢丸好きそうなイメージというか、そう壁にね、ベターって貼ってほしいなと。ちょっと大きかったからね、額縁があれなんだけど。ねえ。何？何？もっとおしゃれなさ。いやいや、おしゃれでしょ。くだらねえ。引っ越し祝いだって。ああいうポスター俺さ、誕生日でもらったやん、ね、昔高校時代、徹夜だったから。あげてみよう、それ。あれ、トランプ？ゲイだらけのトランプと、全裸だらけの女のポスターもらって、部室に貼った気がする。ああ、あった気がする。でも、おしゃれでしょ？まあ、許せるな。8000もしたんだよ、そのポスター。あ、ほんと？ほんとだよ。乳首片方だけピアスあげてるの。いいね、面白い。それを飾っておしゃれに見える部屋って結構おしゃれな部屋にしないと思う。無理だよね、趣味ただのスケベ。そうだから、夢丸が部屋完成したらまたちゃんとおしゃれにマッチしてるかチェックしに行くから。いいよ。お金ないもん。綺麗に飾ってくれ。ありがとう、飾ります。何やってんの？トシミツがトイレをこう、なんていうの、先に行ったからいじめてます。やめろって。ゆめまるちょっと来なさい、こっちに。何ですか？ここにゴミが落ちてないけど。おい、これ広げてみろ、これ。なになに？アリー。アリーじゃねえよ。なんそれ、なんで持って帰ってないんだよ。これ教えて、行っていいですか？サレンジ。僕、ここ、和室に置いてたんですよ。うん。で、何日か経って、あ、持って帰ろうと思ったら、なくなってたんですよ。で、雑誌が捨てたって思ってて、見つかってよかったって。おい、嘘つけ。3ヶ月くらいこの家にずっと置きっぱなしになってたぞ、この夢丸引っ越しのプレゼントかな。額につけて入れます。ほんとだよ、夢丸がそれ飾ったら夢丸のお部屋紹介で行こうと思ったのに。で、しかも未だに俺カーテンつけてないから。ザコすぎ。だから、まあ、カーテンと同時にこれつけますね。つけたらまた呼んで、はい、つけたらサブちゃんのカメラが行きますんで。わかりました、はい、ごめんなさい、ありがとうございます。というわけで、いつぶりだろう、いつぶりだよ、この動画。来客が来るのは半年経ってるね、引っ越してすぐの時だから。うん、だって僕も引っ越してすぐにプレゼントって言ってあのポスターをあげたわけですよ。はい、本当はね、すぐ夢丸が貼ってくれるから夢丸のお家紹介できるなと思ったんですけど、なんと半年後ということで冬になってしまいました。はい、もう服も変わってますね。上がっていきましょう。ね、夢丸はね、赤崎市の隣の安城っていうところで生まれたんですけど。あ、そうですね。そのくせに岡崎市の観光伝道師やってると何事だということだったんですけれども、まあ今回晴れてね、岡崎市民ということで、はい、名実ともに伝道師ですよ。24年経ってやっと岡崎に引っ越して大臣になりました。ちなみにすみません、これ何ですか？これはですね、いつ買ったやつですかね、7月ぐらいに買った、電子ドラムですね。電子ドラムなんで買ったんですか？これもちょっとドラムちょっとやってみたいなと思って買ったんですけど、うん、やっぱ組み立てるっていうね、面倒さがね、すごい。なんで組み立てないんだよ。だからまあちょっと、まあ、いつもね、思うの。あ、明日組み立てよう。うん。で、気づくと、もう、夕方ぐらいになってて、で、外出ちゃってるから、うん、あ、めんどくせえや、もう。そやろ。って、いうのが、4ヶ月ぐらい続いて。ドラムはでも練習する気は一応まだあるんですよね。あります、あります、ちょっとやってみたいなと思ってる。はいはい。ちょっとやっぱジャズの街なんでジャズドラムみたいな。ああ、こうやって持つんだ、こうやって持つんだ、こうやってこうやって持つんだね。もうやりたいなと思ってます。なるほど。はい。そして夢丸さんはね、ちょっと自炊をしてると思って。あ、ちょっと汚いですけど、ちょっとほら、まあまあまあ汚いですけれども、まあこれはちゃんと自炊をしてる証拠なんで、はい、冷蔵庫チェックの方がしていきたい。冷蔵庫チェックいいですよ。あ、こっちです、こっちです。はい、いきますよ。はい。うん、まあちょっと昨日食材とかを結構使ってしまって、ほうほうほう、パスタを作ったね。まあこっちに野菜が入ってて、はいはいはい、ちょっと汚いですけども。あらら、ちゃんとね、
やってらっしゃるじゃないですか、はい、意外とこれないんじゃない、これ一人暮らしの男の家にミニトマトなんてない。お前本当に自分で買ってるこれ買ってます、これはね、これは買ってます。この二つ昨日声優行ってきて、はいはいはい、まあ、ちょっと野菜食べなきゃなと思って、うん、梨も買いながら。素晴らしい。なんか正直特筆すべき事故がないってことはそれだけ普通ってことなんで、ちゃんと実用してるって偉いですね。しています、うん、ちょっとゴミもあるんで。まさか自分でお茶作ってんの？お茶作ってる。偉っ。お前めちゃめちゃ偉いじゃん。なんかね、ゴミが溜まっちゃうの俺結構、うんうんうん、忘れ捨てるの忘れてっていうのがあるから、やっぱあんまプラゴミとか残したくないなって、うんうんうん、ちょっとよ冷蔵庫の横見てもらえば分かるんだけど、おー、はいはい、こうなってしまうのよ。プラスチック、これですね、うん、ペットボトルと空き缶ですね、うんうん、だからまあ自分で作ったら楽じゃん。えらね、なんかよく一人暮らししてる人なんて、缶やね、ペットボトルっていうのは燃えるゴミの袋に入れると燃えるようになるとか言いますけどね。なんかそれを無視して僕はちゃんとやってるんですね。作ってますんで。なんかおしゃれですね。おしゃれ。最初僕は引っ越しの当初ね、ちょっとお手伝いさせていただいたんですけど、こいつ大丈夫かや思ったんですけど、普通にいい部屋じゃないですか。普通にちょっとちゃんと部屋を作りまして、うん、まあ、ちょっとね散らかったんでちょっと片付けたの。いやいや、でもこれもね生活感があっていいですよ。このね時計とかこの椅子とか夢物がめちゃめちゃ衝動買いしてあるじゃないですか。はい、意外とこれも馴染んでるというか。ちゃんとやってます。なんかちょっと恥ずかしいな。まあ、お花とかも最近いただいたので、うん、ブーケトスを取った女の子からいただきました。女の子からもらった。もらいました。これちょっとやるわみたいな感じで。これ絶対も夢丸と結婚したってことじゃないですか。これは。もういただいたということならそういうことかもしれないです。夢丸もね、結婚願望があるということなんで、もう近いですね。はい、であとこう向こうとかお花とかね。うん。意外とあれだね、夢丸はちゃんとお花とか飾るタイプなんだね。まぁ、あ、ちょっとね、枯れ、なんか申し訳ないね、ここにバサッと置いてて枯れてさ捨てるのも申し訳ないから、ちょっとちゃんと水をあげながらやってます、うん、なるほど、なるほど。意外と普通の、あ、そうそうそう、カーテンをね引っ越して、半年経ってやっとカーテンがついたの、俺は、うん、で、つけてみたら、長さ足んないんだよね足りなすぎ、足りなすぎです。こうやって端っこやるとさ、あ、違う、開いちゃう、開いちゃうんだよ。変えないよ早く。いや変えたいんだけど、ね、まだもうちょっとこれでいいかなって。早くオーダーしないよ、稼いでんでしょ。稼いでないよなんでだよまあまあまあ、ここはここはですね、寝室というか、まあ寝室はやっぱ男らしくスッキリしてる。待ってください、ここに、はい、ベッドがあって布団があるじゃないですか、はい、これは何ですか。あ、これは引っ越したばっかの時に使ってたマットレスですね。はあはあ、で、なんでこれを置いてあるかっていうと、ストレッチポール、うん、ストレッチするのにこれ床でやるとちょっと傷ついてたら嫌だなと思って、この上でやってますね。なるほどね、はい、まあだからじゃあ他に人間を連れ込んでやってるっていうわけじゃないですね。うわ、だまあ、連れ込んだ場合はだってこっちで寝る、こっちで寝ればいいからねダブルだから確かにこれは。いや、すみません、ちょっとだけ確認したい事項があるんですけど、はい、ちょっと別にね、こんなこと言うのはあれですけど、うん、僕の送ったポスターがちょっとここにまだ今んとこ見つけてないな。宇治さんのあげたポスターちょっと待ってください。どこにあったかちょっと確認していきますんで。宇治さん。なんだなんだ。あったよ。どこに貼ってあるんだ。クローゼットの方にちゃんと保存してあるので。バカ。おい。なんで貼ってないんだ。いや貼りたいんだけどね。やっぱ額縁に入れたいの。なるほど。めんどくせんだよ、額縁買いに行くの、マジで。そう、僕もね、ポスターはね、買ったら一緒に額縁に巻けようと思ったんだけど、なんかこのサイズが微妙でね、結構。オーダーになっちゃうのかな。そうそう、オーダーとかになっちゃってたり、もうちょっと大きい額縁にうまいこと真ん中に入れるみたいにしなきゃいけなくて、これは夢前に任せようと思って、あったんですよね。一番できん、俺は。くっそー、ここに丸めてありやがるな。このアルミサイドテーブルのね、ゴミと一緒に置いてあるわ、ここの隣に。くっそ、この野郎。申し訳ない。貼ったらまた来ようかな、じゃあ。貼ったら言うから、また、本当にね。またその時来て。まあ、というわけで、こんな感じで夢丸のお部屋紹介ですけどもね、はい、まあ、ちょっと紹介しましたけど、いい家だな、僕も遊びに行きたいなと言ってね、夢丸の家に来るのやめてください。はい。ね、夢丸あれでしょ、近所の小学生はもう夢丸に知ってるでしょ。もう近所の小学生バレて、だいたいこう、土曜日とかね。ああ土曜日かなの夕方とかに通ると、うん、まあ、この辺で鬼ごっこしてたりとか校外とかでこうやってみたいなやってたりするので、まああんまりね、まあ、小学生は可愛いけど、うん、大人になったらさすがに俺もね、こうやって棍棒でバーンって叩き、なるほどなるほど、はい、分かりました。というわけで夢丸さんのお部屋紹介でございました。バイバイ。